はい、皆さんこんにちは、ご無沙汰しております。メルロー安藤浩平です。今日はですね、こうご覧のようにですね、今ねスタジオにいるんですね。スタジオにいるんで、こう、まあ、鍵盤があったりとか、まあもちろんサックスとかもあるんですけど、普段僕らみたいなね、まあジャズというか、まあジャズに限らずですけど、ミュージシャンの人とかがこう、まあソロとか撮るじゃないですか。でそういうのっていうのが一体何をやってんのかっていうことをね、ちょっとこう解説する、レクチャー会をやってみたいと思います。まあせっかく鍵盤があるんでね、まずね、僕らが何をしてるかっていうとですね、まあ基本的に音楽にはハーモニーと、まあ、メロディーみたいな、まああとリズムっていうものがあるんですけど、まあリズムっていうのも、まあもちろんサックスとかギターとか鍵盤とかにもこう出すことはできるんですけど、まあ基本的にまあ何やってるかっていうので一番あれなのは、まあハーモニーの部分だと思うんですけどね。で例えば、そうですね、どうちょっと音がピアノでいいか、まあこうドミソみたいなね、ミソっていうのがこうありますよね。で、まあこれは音楽の授業とかでもやったことあると思うんですけど、まあ、このドミソっていうものが伸びてて、これに対してといったようにですね、和音に対して、まあ、ドミソだと当たり前なんですけど、ドミソっていうのはドレミファソラシドの中の、1番目の音と3番目の音と5番目の音ですね。ドレドレミファソなんで1、3、5、逆か、あできない、1、3、5、このドミソに対してドレミファソラシドの音階の中で、自分は、メロディーを構築するわけなんですね。まあ和音に対して、まあこれドレミファソラシドのどれを吹くかっていうのは、まあ度数何度、1度2度3度とか、まあドに対してレは2度ですし、まあドに対してミはドレミで3つ目だから3度みたいな風に、度数で名前を言うんですけど、まあそれを吹くことによってどういう響きがするかっていうのがすごく大事なんですね。だからまあドだけ、簡単な話、ドだけ鳴らしてて、まあいい感じですよね。まあ気持ちがいい。でそれ以外にも、例えばドに対して、まあ今はファーミーって吹いたんですけど、まあ、ドに対してファーとかね、まあ、他にもシーとか、ラとか、そうだから、まあさっき言ったドミソの間にはレとファとラと、まあ、シがあるんですけど、まあ、そういうのを吹いた時もどういう気持ちになるのかなっていうのを、まあ、分かってるわけなんですよね、練習の時点で。なんでまあドだけ鳴ってて、まあといったようにね、まあ小気味よく吹けるわけなんです。
ですね。でまあこれが同じように例えば、単調ですね、マイナーになったりするとまあドミソだったものがドミノフラット、これが入ってきてちょっと暗くなるわけですね。そう、ドレミファソラシドってこの明るいに対してまあこの暗いスケールを使ってですね、まあだからさっきので例えばまあドだけ鳴らしてたとしてもこれドが鳴ってる中で、みたいな感じで、まあ、暗い感じをね、表現することができるわけなんですよ。で、まあそうだな、まあ、ジャズの世界にはですね、まあ、ジャズの世界というか、まあ、クラシックもそうなんですけど、まあ、マイナー、暗い単調には、種類が何個かあって、今吹いたのが。この一番普通のというか一番出てくることが多いマイナー、これをなんだっけ、ナチュラルマイナーって英語で言うんですけど、自然的単音階とか言ったりするんですけど、まあそれ以外にも聞いたことあるなんかハーモニックマイナーって、ね、和声的単音階っていうのがあって、それもやってみましょうか。雰囲気変わりましたよね。とかあとまあジャズで、よく出てくる、まあ、今ねメロディックマイナーはどこ行ったんだっていう人もいるかもしれないですけど、メロディックマイナーはちょっと特殊なんで、知ってる人は知ってるっていうものなんですけど、ジャズでよく使われるのに、全然名前が違うドリアンというドリアンスケールっていうものがあって、まあそれなんか聞いちゃうとね結構ジャズっぽい。まあ、こうやって吹くだけでわあコルトレーンみてえだなみたいな風に思うと思うんですけど、まあ、コルトレーン知ってる人ですけどね、といったようにまあ単調にはねいろんな種類があるんですよ。まあだから今もう一回やってみると、ナチュラルマイナーで、ハーモニックマイナー、ドリアン、まあみたいな風にですね、種類があったりすると、まあ同じように、さっきのメジャー明るい蝶々のキーでもさっき言ったドレミファソラシド以外の音を使うっていうことができて、例えばまたドミソみたいな、これはリディアンっていう名前がついてるんですけど、まあ、ドレミファソラシドドミソに対してドレミファをシャープしてファのシャープになってて、まあこれがね結構
ちょっと僕の主観ではちょっと宇宙っぽくて、まあみたいな風な響きだったりとかね、まあいろんなことがあるわけですよ。まああとはまあブルースとかは、まあ、ブルージーって言われるコードっていうのは、まあ、このドミソに対してドミソにシのフラットが入るんですね。このシのフラットっていうのがすごいブルージーで、そう、まあこうなると、みたいな風に、まあ、ちょっとこうブルージーみたいなね、ことができるわけなんですよ。で、まあ、要するに僕らが、やってるのってのは、まあ、音楽っていうのは、まあ、今はこうビャーンってずっと例えばドミソが鳴ってたりとかドミノフラットソが鳴ってたりとかってずっと今、和音が伸びてますけど、楽曲の中っていうのはこう動いていくわけですね、コードが。なんでそれに合わせて、今言ったようなスケールっていうね、まあ、音の並び音列を、選んでそこの中でメロディーを構築するっていうのが、まあ、僕らがやってることなんですね。なんで例えば、まあ、よく聞くあのラビン・ユーとかのね、まあ、ラビン・ユーとかあのあれですよ、なんだっけ、スマップライオンハート、まあみたいな、こういうコード進行があったとしたら、まあそれに合わせて、みたいな風に、一つずつのコードに合わせて、音列をね、選んでメロディーを作っていくっていうのを自然にやってるわけなんですよ。だからさっきの例えば、メジャーとマイナーを行き来するとかね、こう例えば、みたいな風にこういろんなコード進行に合わせてやっていくわけですね。だからなんか例えば極端な話ですよ、例えばですね、適当にねバンバンバンと、まあ、いろんなメジャーコードを弾いてみたんですけど、それに合わせてこう音を選んでメロディーを吹いているっていうのが、まあ、僕らがやってることなんですね。でそれにさらに、今はだからハーモニーとこうメロディーっていうものだけなんですけど、それにまあリズムっていう要素がねやっぱりこう加わってくるんで、まあ例えばなんだろうな、まあ、リズムは今出ないですけど、例えば、まあみたいな風にこうこのテンポみたいなのが出てきて、例えばこう、
みたいなことだったりとかね、こう。みたいな風にこうリズムがそれに乗ってくるみたいな風になってくると、こうだんだんこうより音楽的になってくるみたいなね、まあそういうことをやってるわけなんですよ。で、そうですね、だからまあなんか意外と頭の中は、いろいろ考えてるんですよ。まあ、考えてるっていうことが考えてないぐらいに自然なことになっているっていう状態が、まあ、一番正しいですかね。うん、そうだからなんかよくこうアドリブとか撮ってる、ソロ撮ってる時って何考えてるんですかってすごい言われるんですけど、まあカッコつけると何も考えてないですよって、そのもう心を無にしてみたいなね、まあそういうのが、まあ、言うんですけど、まあ心を無にはしているんですけど、やっぱりなんかこう なんだろうな、まあ、バイリンガルみたいなもんですよね。まあ英語の国に行くとか、まあ、スペイン語の国に行くみたいな行った時に、って思いながらボールペンを持ってます、だから I have a pen みたいな感じじゃなくて、もう日本語からそうやって日本語で一回考えて、それを英語に頭の中で変換してで喋るじゃないですか。まあそれが、音楽の世界の中でその変換なしに自分の言葉として、自分の語法として、自分のまあなんていうの、その語言語として喋ってるっていうことなんですけど、まあだからそれぐらいのことは考えてるんですよ。だから今英語圏にいるなとか、スペイン語圏にいるなみたいなこととかは一応考えてて、それは考えないと、何にも考えないと本当にぐちゃぐちゃに、例えばドミソの世界の中で、この国の中で、デタラメになっちゃいますからね。まあデタラメがかっこいいっていうね瞬間もあるんですけど、だから逆に言うと、例えば自分でこう国を移動することとかもできて、まあ例えばじゃあ今そうだな、どうしようかな、まあ例えばドを、まあドっていうドの世界にいるとするじゃないですか。で、今鍵盤でドーが鳴ってる中で、自分でこういろいろな、ハーモニーをこう、まあサックスってねハーモニー出ない楽器ですから、単音しかねブーって一本の音しか出ないんですけど、あの音の並びで、明るいとか暗いとか、ちょっとこうアラビアンな感じだったりとか、まあ、いろんなことが表現できるわけですよ。こう明るい、まあみたいな風にね、やることができて、でそれをまあだから適材適所でいろいろ選んでやっているっていうのが、まあ僕らがやってることなんですね。だから本当にこう、まあ、日々の練習で何するんだろうとかも思われたりするかもしれないけど、結構意外と今みたいなことをやってて、今みたいなのはいろんな、まあドレミファソラシド
まあ、シャープフラット入れたらね、全部で12個、ドドのシャープ、レレのシャープ、ミファファのシャープ、ソソのシャープ、ラシのフラット、シドみたいな風に、まあ、シだけフラットになっちゃいましたけど、まあ12音階あるんで、それのまあどこでも対応できるぞみたいな風にね、あのやっておくっていうのはすごい大事ですね。今日の総括としてはですね、まあ、まず音楽には、メロディーハーモニー、まあ、リズムメロディーハーモニー、まあ、どんな順番でもいいんですけど、まあ、そういうふうに3つの要素があると、まあ、これは音楽の授業で教科書とかにね、昔小学校の時に教科書とかに載ってたようなことなんですけど、まあ、その中で、僕らはハーモニーに対してその、まあ、ドミソとかドミノフラットミノフラットソとか、そのハーモニーに対してどういう音列を吹けばいいかっていうのを学んでいて、それの中からまあメロディーを、限られた音の中からメロディーを選んでこう作り出しているわけですね。でそれにさらにこうリズム要素がこう加わると、まあ、僕らが今最近というか、まあ僕らがやってるような音楽のまあソロのアプローチができるっていうことなんですね。そうで、まあ、なんかジャズになってくるとどんどんこうなんていうのかな、不協和音っていうものってすごい面白い歴史があって、なんだったかな、俺もねあんまりこう今日突然思い立ってこういうことをやろうと思ったんで、あんまり事前にちゃんと調べてないから適当なんですけどあのもともとね、なんだっけな、ドとミだったか、ドとソしかダメだったのよ。あのそういう何チャーチ、もうすごい昔の中世、何世っていうのか分かんないですけど、あの昔の教会音楽の中ではなんかドソだったかなとか、まあどっちか忘れましたけど、まあこの辺のね響き以外は汚い、もう悪魔の和音だみたいなね言われてて、その一種類しかないこうハモリだったんですよ。でそれがやっぱり徐々にこう時代が進むにつれて、何て言うかな、こう許容範囲が増えてきて、例えばね、俺本当はどうか分かんないけど、例えば土葬だけがこれは美しい、それ以外はダメってなってたところが、ドミソも綺麗だよねとかなって、で例えばドファソみたいな、あこれも意外と綺麗だからいいよねみたいな風に、まあ、だんだんこうやっぱ歴史の中で、和音に対するこう人間の耳の許容範囲っていうのはだんだん広くなってくるというか、まあ、ハードルが下がってくるというか、昔はダメだった、ダメなことはないんだけど、まあ、不協和音、汚い和音だと思われてたものがだんだん、あこれはこれでいいんじゃないみたいな風になってきてたりするんですね。そうなんで、例えばドミソのドミソの上で、なんだろうな、例えばドミソの上でドのシャープを吹くとか、ドミソの上でミのフラットを吹く、わかりにくいからピアノにしようとか、まあみたいなのが許されるようになってきたわけなんですよ。なんで割とこう、まあ、ジャズの世界っていうのは結構そういう、まあみたいな風に今もこのドミソの上でドのシャープとミのフラットを吹いちゃうわけなんですね。今ここだけ聞くとね、まあ、確かに不協和音ではあるんですけど、まあ、こういうのも良しとされてきたりしてるんですよね。そうそう、まあそれがまた面白いというか、ね、だからこう
たいなこういうジャズっぽいやつっていうのにはだいたいこうここはまあ普通なんですけど、みたいな風に一瞬こうドキッとする、まあこれテンションオルタードとかなんかまあいろいろね、まあ、名前がややこしい横文字がついてるんですけど、こういうのが入ったりしてジャズがジャズっぽいジャズっぽいって今の時代では言われるようになってきてるっていうのがね一個ありますね。まあまあそうそうそう、まあそういうこともあって、だから例えば最近ね皆さんもよく聞いてると思うんですけど、ミレニアムパレードでやってるネハンっていう曲があるんですけど、ネハンっていう曲は基本的にハーモニーとかに関しては、フリーもう何をやってもいいみたいな、ことで曲が進行していくっていう曲だったりとか、まあ、そういうのもあったりするんですよ。だから逆に言うと難しくて、例えばそのドレミファソラシドとかそのさっき言ったマイナーのスケールとかみたいな何か一個の枠組みっていうものに結構とらわれるというか自分でそれを捉える練習ばっかりしてると、逆にこう何の脈略もない音列を吹くっていうのってすごい難しくて、まあこういうふうにドレミファソラシドの組み替えの練習ばっかりしてると、本当にこうだから何でもいいですよって言われた時にこうこういう風に繋がりがない、やっぱりどうしても若干の繋がりは出ちゃうんですけど、脈略のないことを吹くのすごい難しくて、逆にね、まあそれにチャレンジするっていうのもなんかまあ今となって、まあ、現代音楽だったりとか、まあそういうフリージャズとか、まあ、まあジャズのものとかにはそういうのにチャレンジする、そういうのの中から、綺麗な瞬間ができたりとか、まあよりえぐみのあるね、ハーモニーにたまたまなっちゃったりとかみたいな風に、なるのを楽しむっていう側面も最近ってことでもないか昔からあるんですけど、まあ出てきたりとかもして、まあそういうことなんですよ。ということでですね、まあ今日は、まあ、端的にではありますが、普段自分がこう楽器でソロを吹くとき、アドリブするときっていうのは何を考えてるのかっていうことにちょっと視点を当てて説明してみるっていう、動画でした。皆さんありがとうございました。バイバイ。